ミゼットフィルム用写真機ヒット。ミゼットフィルム用写真。ミゼットフィルムはスチール写真用のフィルムの企画であり和製英語である。ミゼットハンフィルムとも呼ぶ。コダックはミゼットフィルムを製造を販売しなかったので、ロールフィルム番号は存在しない。日本の企業ミスズ商会が1937年に製造販売を開始した。 写真機ミゼットと共に発表した企画である。その後、主に日本で発展し、海外にも輸出された。ミゼットフィルムは、135フィルムの半分の幅を持つ1 7 5ト、mm、ルフィルムを使用し、120フィルム及び220フィルムといったフィルム同様に、裏紙があって、パーフォレーションの穴がないロールフィルムである。画面サイズは、 1414mm 版正方形の画面である。フィルムの生産が終了以降、ミゼットフィルム用の写真機を使用する場合には、裏紙とスプールを用意して、パーフォレーション穴の開いていない長尺の135フィルムを反剤して巻き直すか、裏紙付きの120フィルムを裁断して、スプールに巻き直す等の手法が試みられている。二千十六年一月、 川崎の田中紹介がフィルム部品などを当時のものを参考に再設計し製造を再開フィルムが再び入手できるようになった映画例名記であった19世紀末から小型映画用のフィルムとして使用されてきた 17.5mm フィルムの写真機への利用は1910年代に上田写真機店が発表したモーメント時計カメラが先行しており画面サイズは 1522mm 版であり、ミゼットフィルムよりは画面が大きかった。ミゼットフィルムは、ミスズ紹介は1937年春に製造販売を開始した写真機ミゼットと共に発表した企画である。世界一最小カメラと銘打ったミゼットは爆発的にヒットし、3話紹介がその2年後の1939年にはマイクロを発売して、 強豪となった。1945年の第二次世界大戦終了後、連合国軍占領下の日本では、統合堂のヒットをはじめとして、たくさんの類似。詳しい資料がなく不明な点も多いが、メイドインオキパイドジャパンと刻印された製品が多く、1950年前後、1952年の日本の主権回復以前に発売されたものと推定されている。 森田商会の菊16、統合堂の豊川16のように 16mm フィルム使用を思わせる写真機が散見されるが、これらも 17.5mm フィルムを使用する、いわゆる豆カメラである。写真機はマルソーが1906。フィルムはミスズ商会のミゼットパンが1970年代まで製造販売していた。 2016年1月以前の製品はいずれも生産終了品である。いずれも生産終了品である。ミゼットフィルム用写真機スナッピー。コニシロクは、後のコニカを経て、現在のコニカミノルタホールディングスである。岡田工学世紀、後の第一工学が製造販売した写真機。東京世紀は、かつての元取り写真機械工業所。 後のコンドルカメラである。ありがとうございます。